こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロのテンポ120のやつ、カラオケを作って一応100でいろんなお悩みのところをご説明したんですけど、今日は120で相手のソロをいかにこう受け取るかっていうところをやっていきたいと思います。ドラムソロで、今ターム A っていうやつだけを使って、もうとにかくいろいろ使わなくていいよ、とりあえずそれだけでとりあえず組み合わせてドラムソロしなよっていうの、それもありですね。それは前半のアドリブから後半の続き、自分のフィーリングで続きを歌うって感じです。で、続きを歌うときに相手と会話してる場合ですよね。で、その時やっぱりこう相手がなんかこう、今日映画に行ってき、昨日映画に行ってきたんだって言われて、で全然違う話を、僕は読書が好きなんだ、でまあこれはこれでありだと思うんですけど、映画行ってきたんだっていうところの中の映画の一部分を取って、全部だとダメですよ。僕映画行ってきたんだ、映画行ってきたんだ、トップガン見てきたんだよ、あ、トップガン見てきたんだ、友達と行ってきたんだ、友達と行ってきたんだねっていうふうに言っていると、全部同じだとダメなんですよね。どっかの一部分に食いつくっていうのがすごい大事です。トップガン見てきたんだっていうふうに言われたら、あ、トム・クルーズ、じゃあトム・クルーズ僕も好きなんだよっていう。それだとこう、一部分の中の、その、表面的なものは繰り返しはないけど、内容にちゃんとこう特化して喋ってつなげてる感じ。で、その映画に行ってきたんだって言われたら、誰と映画に行ったのって行った方に食いつくのか、どんな映画見てきたの、映画の方に食いつくのかっていうところがポイントですね。で、こういったところをちょっとずつやっていきたいと思うんですけど、じゃあ、まずその、この、これをどういうふうに受け取っていくか。で、最初のフレーズちょっと聞いてみると、この僕は、カッカーっていうフレーズ、これがすごく印象に残ったのね。カッカッカーっていうところが気持ちよかったので、タッタタドタッタッタ、まあこれクロススティックですけど、クロススティックしながらこういう風にやると。で、これ、よくやる、シンコペーションの後の受け答えするときの定番です。この裏拍から、これ右左左右左、僕はタッツタタッ、左右右左右で、ここで着地する、裏から表、タッカッ、受け取って表に流すってことね。で、タートで、タッタタードタッチャッチャータツクタタートン、タタドタドタッチャ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 ーっていうのをこれ引き伸ばしたね。タドタドタッチャ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 ータツクタタートン。で、また同じように、これは左右右左でもいいし、右左右左、これアートブレーキは右からいきます。タツクタタっていう感じですね。どっちでもいいと思うんですけど、こういう風に作ってみました。なので、これで受け答えしてるように感じるかな？なんか、こう、演奏してる本人も、やっぱ、うっかっかーってやったものを、あ、拾ってくれてるんだなーって思うと、次は何をしようかなとか、この違うところを拾って話を展開してくれたりする。もう一回同じところを、うっかっかー、うっかっかー、うっか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 ーってやってくれたりすると、なんか、まあ、わかりやすくこう、なんていう、インターフレイしてる感じがするじゃないですか。やっぱりこう、自分が持ってきたものを相手とは関係なく、ただただそれを演奏するっていうのも、それもまあまあ、リズムが崩れなくありですけど、それだともう一つ面白くないので、そこをやっていくって形ですね。はい、次2個目のフレーズ聞いてみましょう。これダーバダーバランチャンタダララッタ、これ曲は、A ドレインの、コード進行でやってるんですけど、これは、I'm beginning to see the light っていう、これもエリントンの有名な作曲の曲ですね。ダーバランティンタラララッタっていうのを引用してるっていうのがわかると、あ、同じエリントン曲の違う曲を引用してるんだな、こいつやるなって思うわけじゃないですか。で、そこをこのちゃんとドラムで受け取って、タタタタトンタドントンジャーンみたいな感じで、ちょっとタダッタのとこ、タドントンジャーン、僕ここ好きなんですけど、この203連のこれ、僕ターム X って勝手に名前つけてるんですけど、これターム、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 
で、つくた、たかと、とこと、とこと、とこと、たつくた、ただと、とととっていう風な感じ。これをやってから3連でつなげたんだよ。そしたら向こう3連で答えてくれるのか、これをもう一回もじるかもしれないし、次の全然違う話題に行くかもしれないしって感じになるんですね。じゃあ、こう、やりとりが分かるかどうか聞いてみましょう。じゃあ次ですね。この中で何回もうかっかっかーって歌ったったうかっかっか203の裏ですね。さっきのこれと似てるんですけど、これが出てきたんでうかっ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 か、ここでスネアに変えて、ここから、スネアで切り替えて、これフィリウスめちゃくちゃやりますね。途中でなんか場所を切り替えていくってやり方をするんですが、なのでタドン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 、え、タドン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 、カウカカカ、ドンドン、パッ、シンコペーションする。そしたら、シンコペーションの受け答えは、これでも、さっきのこれでもいいけど、裏から受けるとした、カタドタドン、タツクタツ、タタタと。これは、ここまでは3ストロークでやってます。これ、フィリーがよくやるやり方ですね。こうね。で、ここにアクセントを置きたかった。これ3ストロークだとこう手交差しちゃうんで、このまま3ストロークって言ってもいいですけどね。タッタッタッ。これでもいいけど、僕だとこのフレーズのイントネーション的にはこっからオルタネート交互、左右交互に行った方が、まあ、この雰囲気は出しやすいかなって感じで演奏してみました。聞いてみましょう。で、最後のフレーズですね。タルバリバリのところから、タルバリバタドット、タドット、タドット、じゃっじゃーんって感じで僕は歌ってみました。なので、どっか引用してるわけじゃないけど、まあ、メロディーに戻るための定番のスローダウンフレーズですね。タドンドン、シンコペーションをして一回着地して、裏から吐いてシンコペーションして一回着地して、それを、このスネア、ハイタム、フロアタムって場所を変えていくのね。だから、ウラトット、バタトット、ドドドット、カカッチャーン、タタン。ね。パターンの時はこうやって書いてますけど、これ左手で押さえつけて、上で叩く。やりますね、っていうやり方ですね。定番のスローダウンフレーズということです。聞いてみましょう。はい。というわけで、本日の内容は以上になります。ドラムソロのテンポ120のところでもし試していただければいいかなと思いますけど、これを、同じフレーズで、まあこれ120のアドリブに対して、まあ答えたやり方、僕なりの答えたやり方なので参考にしてもらって、多分カラオケが出てくると思うので、このカラオケを出してもらいながら、実際にこの120のところはね、多分ね、詳細の欄のところに120ってピッて押してもらうと120のところ始まるようになって、何回もここ巻き戻しできるようになっているので、それで何回も何回も巻き戻しして、これの練習をしてもらえばいいかなと思います。これをそのまま別に100のテンポとか、120、130、140、160、20ずつ上がっていくので、他のテンポで練習してもらってもいいですし、こういうのを自分の中にボキャブラリーにストック、だから要は、向こうのことを受け答えをしている、こう受け答えをしているっていう形から、今度はこっちがそれを発信していく、要は、I'm beginning to see the light、 これもタタタンティンタバリーだったってちゃんと歌いながらやってると、ニュアンスがそうなってくると相手がおっ
I'm beginning to see the light じゃないかって言って相手も弾いてくれたりとかするとニコってなるわけです。だから演奏中なんでニヤニヤしたりとかニコッとしたりとか顔見合わせてるんですかっていうと、こういう発信したことを受け取ってくれたりとか、それがうまくいかない時も笑ったりしてるんですよね。うまくやり損ねたんで、分かる気持ちはっていうところで笑ったりしてるわけですね。というところがジャズの面白いところで、こういうインタープレイっていうのがすごく幼稚だっていう人もいるかもしれないですけど、このまずはセッションでインタープレイできることをね、こういうことが大事です。分かりやすい絵からだんだんこう抽象画に変わっていくのと一緒で、まずは分かるものが描けるっていうのがやっぱ前提じゃないですか。ピカソもやっぱ青の時代とかやっぱ綺麗な絵を描くし、画力はめちゃくちゃありますよね。だけどああいう絵になっていくっていうのはありだと。でショーターとかもそうですけど、もうすごくこういうことやってないように見えるんですけど、実際にセッション版とか聞くと未だにそういうやっぱ引用いっぱい使ってるし、上手い人ってやっぱり引用いっぱい知ってますね。で、知ってるけどやらない。要はだってスタジオ版なんかの場合だったら自分たちのこの、要は発表の場所だから誰もができるような引用はしないわけですよ。だけど実際にセッションに行くとやっぱり引用から始まっていくというか、そういったものをやっぱりする人がやっぱ多いですよね。基本的にはね。全くそういうの嫌いっていう人もいますけど、基本的に9割方の人は、どんなに有名な人でもやっぱそういうと、僕もいろんな人とセッションしましたけど、やっぱそういう、よくあるフレーズやっぱ使うんだなとか、こういう定番のフレーズはやっぱ絶対、やっぱり出してくるんだなっていうのは、やっぱものすごくありますね。なので、そういう考えずに演奏してるんだよっていう人もやっぱいらっしゃいますけど、いや、めちゃくちゃ考えてますからね。やっぱりショーターの辞典読んでも、アマイルスの辞典読んでも、やっぱり演奏中にいろんなことを考えて演奏してるので、やっぱり出ないといいものなんてできないですからね。やっぱり緻密に理論で組み立てた上に感情が乗っかってる。感情だけだと伝わらないんですよ。だからやっぱり緻密にちゃんとやっぱり理論で組み立てていった上に、やっぱり乗っかってるものが、感情なので、感情、マイルスなんかは組み立てもパーフェクトだし、感情もすごいし、音色もすごいし、やっぱすごかったんで、だからやっぱ飛び抜けてるんですけど、で、まあそういう形でやっていくので、まずはセッションに行った時に自分が楽しくなる手法としての一つの方法だし、これやっぱ定番の方法なので、こういったものをちょっとずつまた、テンポごとのソロで解説していきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。